カムセンターでチェックインの当日は無料で預かってくれて、しかも無料でホテルまで届けてくれるみたいなので行ってきたいと思います。ありがとうございます。すごい、そうなんだ。チェックインは今なさいますか、それともホテルでなさいますか？今だと3時にもう入れるんですか、ここでしたら。こちらでされます。お部屋のご入室が4時間以降。なるほど、じゃあ向こうでします。困ります。はい、ありがとうございます。ホテルのチェックイン3時以降。はい、わかりました。お荷物は2階のベルデスク到着でございますので、はい、お立ち寄りください。わかりました。こちらベルデスク。はい、ありがとうございます。お出口後方でございます。はい。ということで、ホテルミラコスタにやってきました。かわいい。チェックインが5時半。なるほどね。ロッカーの鍵で、小さい鍵、靴箱の鍵です。はい、中脱水機撤去してるので、電源必要でしたらこちらからお持ちください。わかりました。それではお待ちかねのプールへ3、2、1。こちらが、子供用の、でこちらが、ジャグジーですね。あったかい40度ぐらい。体冷えたらあちらで温めてください。わかりました。あと写真も動画も OK ですけど、はい、プールの中に携帯持ち込むのやつ。わかりました。上からばっかり OK。 はい、よろしいでしょうか。わかりました。ありがとうございます。ごゆっくりさせてください。では今からディズニーシーに行ってきます。タクー行ってきます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回私たちは初めてホテルミラコスタに泊まったので、その中で、あ、これ知っておくとすごく便利だなって思ったことがたくさんあったのでシェアさせてもらいました。もしこれから行くよって人はこれを見てよりミラコスタを楽しんでもらえるといいなと思うので、ぜひ水着を忘れず行ってきてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。